ニューヨークはアメリカ海軍のドック型揚陸艦、サンアントニオ級ドック型輸送揚陸艦の5番艦、ニューヨーク州にちなんで命名された。その名を持つ艦としては6隻目。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件直後、ジョージ・パタキニューヨーク州知事は USS ニューヨークの名をテロの犠牲者に敬意を表し、対テロ戦争に関与する、 水上戦闘艦に命名するようゴードン・イングランド海軍長官に書簡を送った。その書簡で知事は州の名前は潜水艦に命名するため取っておかれることは理解しているが水上戦闘艦に命名できるよう特別に配慮してほしいと要請した。その要請は2002年8月28日に認められた。ニューヨークには ワールドトレードセンターの残骸から24トンの鉄が使用された。7トンは溶かされ、船の軸棒に使われた。船の建造作業員たちはそのそばを歩く際に手で触れて宗教遺物に敬意を表すように扱っている。2004年9月9日、海軍長官は、本級の2隻が9月11日の同時多発テロを追悼して、アーリントン、 サマセットと命名されると発表した。建造契約は2003年にミシシッピ州パスカグーラのノースロップグラマンシップシステム社に発注された。建造途中にハリケーンカトリーナが襲来したが被害はほとんどなかった。2009年11月7日収益ありがとうございます。